番も今回手詰まっちゃって挑んだので、取るべきところで必ず使う式で全力で徹底して一緒に活動したいと思います。 We struggled because we made so many mistakes. So that is the point that we need to make an improvement. And also, although this is not a test match, まず最初、キックオフ直後は本当に日本、ジャパンフィフティーンが速いペースで試合を始めて、相手のペースにまず合わせて、それから自分たちがより速くプレーをするように努力をしました。そういったディフェンスも良かったですし、相手が22メートルラインにこちらに入ってきた場合に、ペナルティーを犯してしまったところもありますけれども、